もう一人が必要ですね。チームの中で一番仲良しな人を。そうですね。一緒に練習してください。自分のスパーリングパートナー。僕がキックボクシングを始めた頃、このドリルをいっぱいやらせてましたね。そうですね。そうそう。Anyways、このカットワンツー。ドリル、ドリル。なんとか入ってもやります。やります。そうね。ローキックインローでも、外側のどっちでもいいので、キャプテン、カットワンツーっていうドリルです。で、蹴りは適当。なんだ左か右か、どっちでもいいので、あとは蹴るタイミングもいつでも OK です。最初はゆっくりやってください。ゆっくり。カットワンツー、リセット。カットワンツー。楽しみに待っています。 Thank you so much for watching this video. 皆さん練習頑張って。